はい、お疲れ様です、えー、今日はですね、こちらのお話でございます。コレステロール値改善の2つの取り組みというのをねご紹介してみたいなと思います。えー、このね、えー、動画、ね今ね収録しているのがですね2010、2021年か、5月のね19日水曜日でございます。えー、今日ね 私ね、えー、人間ドックをね、受けてきたんですが、まあ近所のね、クリニックで人間ドックをね、受けてきましたが、えー、コレステロール値がですね、まあ年々ですね、まあ良くなってきております。まあね、なんでね、良くなってるかっていうところをね、今日はね、ご紹介してみたいなと思います。 えー、3年前には薬を常用しないといけないぐらい数値がオーバーしていたコレステロール値が3年間で正常の範囲に戻りましたよというね、ところですね。今日はね、そのね、お話をしてみたいなと思います。えー、まずなんですが、私ね、えー、3年前ですね、コレステロール値がですね、異常にね、高い、まあ、時期がございました。えー、まあ、ここもちょっともうね、すでにね、ここ書いてますが、これね、3年前なんでね、2018年なんですが、私のね、コレステロール値のね、まあ、数値、ここに出しております。これちなみに正常の範囲 赤字で書いているのが、まあ、正常の範囲を大きく超えているところですね。ねでございます、まあ、総コレステロールであったりとか悪玉コレステロール、そして、ね、中性脂肪なんかも、ね、非常に多かったんですよね。うん、ということでね、まあまあ、再検査を受けてくださいということでね。 えー、まあ、病院にね、行ったんですけど、まあ、その時にですね、まあ、あなたね、これぐらいね、ちょっと数値が、まあ、悪くなっていたら、もう薬を常用しないといけないですよ、っていうふうにね、言われました。え、まあ、もう一遍ね、1ヶ月後に受けましょうって言われて、これはちょっとマジでやばいなと思ってですね、まあ、えー、運動を始めたんですが、まあ、それからね、えー、あっという間にですね、まあ、ね、数値がね、ずっと良くなりまして、えー、去年、2020年の段階はですね、まあ、一応ね、正常、全部ね、正常の範囲になりました。そしてね、今年、2021年はですね、さらにですね、まあ、数値が 良くなまあね一応ねこれがね、まあ、3年間のね、えー、数値のね推移なんですが2019年だけねちょっとねうんと結果がね取れてなかったんでね2018年2020年2021年っていうのをねこう出してみました、えー、総コレステロール値悪玉コレステロールそしてねあ善玉コレステロール悪玉コレステロール中性脂肪、まあ、2018年はね、まあ、こんな感じでね非常に悪かったのがまあね えー、今日、えーまあ、今年ですよね、2021年はですね、非常にね、まあ、数値もね、良くなりました。まあえー、例えば、総コレステロールなんかもね、うんまあ、ね正常の範囲は、ね、この範囲と言われてるんですが、まあ、去年は、ね、ギリギリなんとか、ね、正常の範囲入ってたんですが、今年はね、またね、ちょっとね、数値はね、良くなっております。そしてね、まあ、悪かったね、悪玉コレステロールなんですが、悪玉コレステロールもですね、えー、去年よりもね、ちょっと減っておりますと。 そしてね中性脂肪中性脂肪はね、まあえー、去年はあ一応ね正常,の範囲かあ正常の範囲だったんですが、まあ、さらにね去年はね落ちたんですが今年はね、まあ、大体ね去年と同じぐらいかなという感じなんですけど、まあ、とはいえね、まあえー、去年と比べてもねちょっとね良くなってるのかなというところですよねねね、うん、じゃああ、ね、この、ね、3年間まあ、ね。 えー、コレステロール値、まあ非常に高い状態だったのが、今ね、まあ非常にね、元の状態に戻りました。まあ正常の範囲になりましたっていうのをね、この3年間ね、何をしてきたのかなっていうのをね、まあご紹介すると、まあ2つの取り組みをしてまいりました。一、えー、1つがですね、運動でございます。そしてね、2つ目が、断酒お酒をやめるですね、お酒をやめましたところでございます、えー。まずね、運動なんですが、こちらはですね、この、まあ2018年の時からですね、もう始めてますので、かれこれね、もう約ね、3年近くになります。 ええー、まあ、このね。 えーまあ、人間ドックの、ね、結果を受けてそして、ね、精密検査を受けた際にですねこれはやばいですよっていううに言われてですね運動してくださいって言われましてじゃあ運動しようかと思った時にですね、は真、ま、っ先に始めたのがねジョギングでございましたで、ねえー、ジョギング始めた時はね本当につらかったんですがなんかね、えー、23回走るとですね、まあ、ちょっとね快感を覚えてきて、まあ、そこからねジョギングにはまってですね、まあ、あれやあれやという感じで、まあ、この3年間ですね、まあ、ほぼ毎日のように、ね、走っているという感じでございます ちなみに、ね、今日も、ねえー、人間ドックを受ける前に、ね、1 2ロね走ってから、ね、人間ドックを、ね、受けた次第でございました。というとことで、ねまあねやっぱりね、運動というのは、ね適面ね、すぐ、ねこのね、コレステロールの、ね、数値は良、ね、くなりますね。私も、ね、うん過去を振り返るとジョギングを始めて1ヶ月で、ね、まず、ね、体重が 5kg 落ちました。そしてねえーこのね えー、再検査を、ね、受けたんですが再検査1ヶ月後に受けた再検査のす時きも、ね、数値、ね、かなり良くなったんですよねなので、ね、運動すれば、ね、ほとんどの人は、ね、コレステロ,ロジール値、えー、かなり良くなるんじゃないかなという,ふうに思います、えー、そして、ね、私、ね、もう1個、ね、始めたのが断酒でございます えー、お酒を、ね、やめたのは、ねえー、と去年の7月なので、まあ、もうすぐで、ね、1年というところなんですがお酒も、ねこれねうん、コレステロール値の,、まあやっぱりね、この数値には、ね、大きく、ね、影響するそうでございます、まあ、去年と、ね、同じぐらい、ね、走っているので、ねまあ、去年よりも、ねえー、若干、ね、数値が良くなっているのはもしかすると、ね、このお酒の影響になるかもしれないですね。 うんえー、お酒に関しては、まあね、こういういコ,コレステロール値の、ね、改善以外にも、まあ、当然ながらです、ねやはりねうん、毎日体調が悪くなるということがお酒をやめて体調が悪くなるっていうことが本当ね,ことがね,とね減りました。 当然ながら、まあねえー、深酒、まあ、お酒を飲まないんでね、まあ、毎日、ねえー、規則正しく、まあねえー、寝ることはできますし、そして、ね、夜も、ね、夜更かしすることもほとんどなくなりました。そしてね、まあ、お酒飲まないんでね、当然飲みすぎの、ね、二日酔いなんていうのも、ね、ないのでね、朝ね、えー、毎朝、ね、あの早起きして、そしてね、まあ、朝から読書をしてですね、非常にね、まあ、なんていうんでしょう、一日間、ね、充実した一日を、ね、遅れてるなというところですよね。うん、そしてて、ね、お、えー、お酒をやめることによってですね、お金も、まあね た、ねえー、まりますしそしてね時間もできます。そしてね、やっぱりね うん、さっき言った通りですね、まあ、毎日ね、えー、楽しくね、過ごせることころではね、自己肯定感っていうのもね、高まるかなと思いますんで、お酒っていうのはね、まあ、コレステロール値のね、改善以外にもね、非常にね、いいことありますんで、まあ、当然はね、運動の方もね、えー、おまあ、このコレステロール値のね、改善以外にもね、いい部分はあるんですけど、ぜひね、もしね、まあ、これから、まあ、人間ドックをね、これから受けるよっていう方ね、いらっしゃいましたら、まあね、コレステロール値、今年はね、ちょっとね、厳しかったな、まあね、上がっちゃったなという方ね、いらっしゃいましたらですね、この、うん。 えー、運動ですね運動とね談笑というのをねやってみてはねどうかなという,ふうに思います。ちょうどね今ねこの動画撮影しているとき、まあ、緊急事態宣言なんかがね発令されている地域なんかもねあろうかと思います。なかなかね,こうね、えーまあ、お酒を提供する、まあ、居酒屋とかね、えー、バーとかそういったね、まあ、いわゆる えー、お酒を、ね、飲むようなお店っていうのは、ちょっと、ね、今ね、ねなかなか、まあ、行きづらいところもありますので、これを機にですねねまあ、ちょっと、ね、お酒をやめている、もしくはねお酒の量をちょっと減らしてみるとか、飲む回数を減らしてみるというのもねいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ねえー、コレステロール値、気になる方いらっしゃいましたら、このね、運動とね談っというのをねやってみていただければなという,ふうに思います。えー、私もねうーん、まあまあね えー、私が、ね、やって、ねえー、すぐに、ね、結果が出て、まあ、自分で、ね、取り組んでみて、ねほんとねえー、すぐに、ね、結果が出ましたのでこれは、ね、絶対おすすめなので、ね、ぜひ、ね、やってみていただければなという,ふうに思います、はい、ということで今日はです、ね、コレステロール値改善の2つの取り組みっていうのを、ね、ご紹介してみました、ね、今日のお話、お、ま、も、あ、面白かったな参考になったなと思いましたらです、ね、ぜひ高評価また、ね、チャンネル登録まだの方はです、ね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします 今日もご視聴いただきましてありがとうございましたお疲れ様です